戦闘開始だね。よし、いつでも行ける。よいしょ、仕掛けます。よし、今のうちに畳みかけよう。よっ、よし、いつでも行ける。いつでもやれます。えい、じゃあ想定。よし、えい、楽勝だったのです。あれは教会？日和さん、何か思い出せそう？うん、私はここで誰かと戦ってた。ってことは今度はリフレクターの頃の記憶かな。なんであなたはいつまでも私たちの邪魔をするの？それはもちろん楽しいからですよ。あなたたち姉妹は強い強い思いを抱えてますから。高く積み上がったものほど崩れた時にいい音を出すんですよね。放っておいて。あなたと戦う理由はもうないから。そんなずれないこと言わないでくださいよ。そうだ、じゃあお二人がとっても気になってることを教えてあげます。そしたら私にも興味を持ってくれますよね。私、あなたたちのお母さんが今どこにいるか知ってますよ。なんであなたがそんなことを。居場所を調べるなんて簡単です。私、神の力が使えますから。今の誰？駒川うたちゃん、私たちと敵対していた子だよ。駒川うたちゃん。志保さん、ココロ知ってるの？はい、今の言葉を聞いて思い出せました。全部ではないですが。駒川うたちゃんはすごく危険な子なんだ。危険？人を傷つけるのが楽しい。うたちゃんはそういう子なんだ。え？いえ、他人だけじゃないです。自分に向いた痛みにすら彼女は歓喜してました。人とは違う感性を持った子なんです。うたちゃんは私たちにお母さんの居場所を伝えてきた。神の力って言ってたよね。単にブラフなのか、それとも。どちらだとしても、なんでわざわざそんなこと言ったんだろう。何か意図があるのかもしれないね。ねえ、あそこ誰かいない？え？お姉ちゃん！
しないで。私はもうお姉ちゃんを一人にしないんだから。負けません。私の出番だね。はっ、行きましょう。想定、よし。チャージ。準備よし。仕掛けます。いつでも撃てるよ。準備よし。行きましょう。ドーン。どうしようかな。撃ち抜く。この力でみんなを守る。行きましょう。私が支える。いつでもいける。完勝です。やりました。お姉ちゃん、お姉ちゃん。わかる？お姉ちゃん、日和だよ。覚えてる？何を言っているの？